執事さんが出迎えに応接室を出て行った。クレア先生のおじさんってどんな人なの？面白い人ですよ。うるせえけどな。ひどいな、ザク。教授がうちのジョージみたいに寡黙じゃ、学生が困るだろ。あいつは喋らなさすぎだけどよ。教授は口数多すぎだろ。足して2で割りゃちょうどいいのに。何の教授なの？一応、歴史学者さんなんですかね。一応？生きてる人間より、とっくに死んだ人間のが好きな変人なんだよ。イザークの言い方じゃ、死体に興味がある人みたいに聞こえないかい？そうか？日本語だと何て言うんだ？教授の好きなあれは。あれって何？まあ、ナゴさんは大変苦手そうな。だから何？教授が好きなのは、死んだ人間じゃなくて、その人たちが起こすと言われている現象の方だよ。つまり、幽霊だね。うわっ！お前何飛び上がってんの？ただのノックだろう。失礼。何か。ああ、何でもねえですよ。ねえ、ナゴさん。大丈夫です。すみません。タイミングが悪かったね。教授かい、ディーター。執事さんは怪訝な顔をすぐに引っ込めて、アルに向き直った。いいえ、グラフ。はゆつく様が来られました。ああ、彼の方が早かったのか。すぐにお話になりたいことがあるとのことですが。そうかい。なら行ってこよう。悪いが、ちょっと席を外すよ。はいはい、行ってらっしゃい。ハユツクさんって誰？さあ。ありゃ、ザクさんも知らねえ人なんですかい？聞いたことねえよ、ハユツクなんて。日和も知らない人？俺も聞いたことねえ名前ですね。ザクさんが知らねえとなると、親戚じゃねえんでしょうし。ハユツクなんてのはいいねえぞ。こっちにも日本にも。じゃあ、アルの個人的な知り合いなんでしょうね。あのさ、トイレってどこ？ここ出て、左にまっすぐ行った曲がり角を左に折れたすぐ右手、でしたっけ？ああ、風呂の手前だろ。階段のすぐ横だ。出て左ね。わかった。ありがとう。迷わねえでくださいよ。多分大丈夫。トイレまで広いんだな。手を洗いながらキョロキョロ見回してしまう。こんなに広いとかえって落ち着かない気がする。ここまで来るのに廊下をかなり歩いたし、城全体でどれくらいの広さになるんだろう。こっちに階段があるから、応接室は向こうだよな。
ここだけだとまだ城のほんの一部なんだろうな。あれ、あれ、ここ最初に来た玄関ホールの前じゃ。あれ、行き過ぎた。周りに見とれながら歩いてたせいで行き過ぎたような。だったらここを引き返せばいいんだよな。なんかこんなに角曲がったっけと思ったような覚えがある。とりあえず一旦引き返してみよう。一度トイレの方まで戻ってみる。こっちは行き止まりだし、向こうも行き止まりだよな。階段の下はさっき案内された部屋がある方だから絶対違うし。お風呂かな。ザックさんがトイレは風呂の隣だとか言ってたな。あ、誰か来た。チャイムが鳴り、誰かが廊下を歩いている足音が聞こえた。足音の聞こえた方に来てみたけれど、廊下には誰もいなかった。扉の音が何度か聞こえたし、どこかの部屋に入ったのか。ここはさっきの玄関ホールの前だから、応接室ってもっと手前？ネリーさん。廊下の奥にある扉からひょっこりネリーさんが顔を出した。戸惑ったような顔でペコンとお辞儀をしてくれる。どうも。すみません、道に迷っちゃったみたいで。迷っちゃった。道を間違えたんです。応接室、どっちですか？応接室？うん、応接室。ないです。え？違う、ないです。どうしよう。何がないですなのかがわからない。応接室っていう部屋の名前がわからなくて、そんなのないって言ってるのかな。それとも、この廊下じゃないですよって言ってるのか。ネリーさんの方も僕に通じてないらしいとわかったようで、なんだかおろおろし始めてしまった。応接室って、さっき案内してもらったところで。はい。案内する、ちえこでした。あ、応接室はわかってるんだ。じゃあ、この廊下じゃないってことかな。迷う、ないです。え？応接室、違う、ないです。何か必死に訴えてくれてるのはわかるんだけど、意味がわからない。困ったな。チャージ。え？ハットネリーさんが何かを見上げて聞き取れない発音でつぶやいた。視線は僕よりも後ろを見ていたので振り向いてみると、
悲鳴を上げるところだった。いつの間に真後ろにいたんだろう、この人。ジョージさんは無表情なままで僕とネリーさんを交互に見る。ネリーさんが何事か、ドイツ語らしい言葉でジョージさんに話しかける。なんか困ってる？ジョージ、苦手です。わからないです。え？何がわからないんだろう。ドイツ語が、かな。この場に三人もいるのに事態がまるっきり好転しない。というか、さらに混乱しているような。一番大事な一瞬を君にあげるよって、ああ！チエコ。ネリーさんが出てきたのと同じ扉から、勢いよく千恵子さんが飛び出してきた。なんですか？なんでいるんですか？皆さんお揃いで。どうも失礼しました。いえ、あの。ああ、びっくりした。びっくりした、もう。誰もいないと思ってたんですよ。そうだろうな。思いっきり熱唱してたし。すみませんでした。それじゃあ。ちえくん、聞いて。ん？何？あたふた立ち去ろうとしたちえこさんを、ネリーさんが引っ張って止める。応接室、違う。ないの。ん？応接室がなくなった？違う。ないの。違う。ありえないことを言い出す千恵子さんに首を振るネリーさん。その横でジョージさんも手を振っている。思わず呆然としていたら、ネリーさんに助けを求めるように見上げられてはっと我に返る。すみません、迷っちゃったんです。僕が、その、応接室に戻ろうとしてて。迷った？はい、トイレから戻ろうとして、なんかここまで来ちゃって。迷ったって、真後ろにありますよ、応接室。は？ほら、そこ。そう、迷う、ないです。あ。どうやらネリーさんはずっと、迷ってないですよと言ってくれていたらしい。ナゴちゃん、やっぱ面白い。って、ああ、失礼しました、一柳様。あ、いえ、その、ナゴムでいいですよ、別に。は、ありがとうございます。ナゴムさんって、おいくつですか？21です。え？同い年ですか？中井と。え、同い年？うわぁ、てっきりネリちゃんと同い年くらいかと思ってましたよ。え、ネリさんはいくつ？ネリは、18です。え？ネリさんこそ、僕と同じくらいかと思ってた。何やらジョージさんは指を3本立てて見せてくれた。
僕は33歳さん、はははは、と言いたいようです。そうですか。こっちの人って、やっぱり大人っぽいですよね。なごちゃん、童顔すぎやけど、よく言われる。あ、声に出てましたか？心の中でつぶやいたつもりやったのに。ちえこ。いや、もう、気にしなくていいから。いえ、一応メイドですので、羊さんに怒られますから、いないとき限定ってことで一つ。今、いないよ。そうですね。ぶっちゃけられるのは今のうち。ありゃ、そこにいたんですかい。あ、日和。ああ、すみません。どうもお引き止めしちゃいまして。いえいえ、おせえから迷ってんのかと思いましたよ。いえ、思いっきり迷子でしたが。はい？目の前じゃねえですかい。それに気づかず、途方に暮れてらした模様です。バラさないで。やっぱ、一人で外に出すんじゃなかったな。まあ、変なところに迷い込まなくてよかったですがね。うん。それじゃ、仲居たちはこれにて失礼します。うん、ありがとう。失礼いたします。千恵子さんたちは出てきた扉から奥へと戻っていった。あっちって何があるの？あの奥は待合室とかが並んでる廊下だったかな。待合室？ほら、貴族ともなるとね、運転手とか付き人とかが一緒に来るでしょ。そういう人たちの控えの間みてえなのがあるんです。へえ、それ専用に部屋があるんだ。最近はそうそう使うこともねえんだそうですがね。この城に招かれるのはもうごく親しい人だけですし。さ、戻りますかい。うん。その扉が応接室ですからね。何度も前へ通ってた。何回往復したんですかい？2回かな。なんで途中で気づかねえかな。だってなんか広すぎて距離感が。廊下の奥に、いつの間にか、ひっそりと佇む人がいた。奇妙なローブで、腰の曲がった体をすっぽりと包んだ老人だった。誰だろう。日和の方を横目で見てみると、軽く首をかしげて、知らないと合図を返してくる。じゃあ、あれが、ハユツクさんって人？日和もそう思ったらしく、今気づいたといった態度で、会釈しながら声をかけた。どうも、こんにちは。ハユツクさんですかい？こんにちは。ハユツクさんらしき老人は無言でこちらに歩み寄ってきた。
が、そのままかすかに会釈かもしれない仕草を返しただけで、無言のまま手前の扉の中へ消える。なんか不気味な人ですね。うん。今入っていた部屋は？あそこはサロンですよ。大広間って言った方がわかりやすいですかね。なんでそんなとこに？さあ、よくわかりませんや。あるの知り合いなんだよね。そのはずですが、どういう人なんでしょうね。まあ、後で聞いてみましょう。教授はもう来られてますよ。あ、そうなんだ。さっきチャイムが鳴ったのは聞こえてたけど、あれかな。それですね。そういや、ナゴさんとは鉢合わせなかったんですね。うん、僕はその時は向こうの方にいたから。あ、ネリーさんが来たのは誰が来たのか確かめに出てきたからか。多分そうでしょう。ティーロさんはさっきアルと一緒に戻ってったままですしね。そう言いながら日和は応接室の扉のノブに手をかけた。扉の中から誰かがあまり上品とは言えないことを叫んでいるのが聞こえてぎょっとする。開けるとザックさんがとんでもない言葉を発していた。